果たし総勢36人、校庭の中でも折れない心でこの岸和田の地を熱くします。まずは5人の果たしによる大演舞。高知でもおなじみ、
地球から私カイト8月高知でも大暴れしてくれると思います。クールな彼女に刮目せよ。和歌山よさこいシーンで誰よりも優しく誰よりもネジが外れているランチキ代表さつき。ここからは紀伊国劇場和歌山フラフで知らぬ者なし泥酔の果たし直人。続いて紀伊国から成長著しい和歌山若手ナンバーワンの呼び名も果たし春樹。紀伊国劇場最後を務めますは紀伊国をまとめる総大将最高の変態果たし勝った総合司会シンガーソングライタームンムさんがこの踊らん会岸和田よさこいベイサイドのために書き下ろしてくださった特別な楽曲明日は来るに乗せて大和田フラフが舞い来る。皆様に愛される総踊り曲になると信じて熱い思いとともに最初は誰でも真っ白にあなた自身が色つけてこんだ誰かが決めつけてるだけやん関係ない手を叩いて笑えばいいつまずいた鳴子表は皆仲間大和田振れば皆同士夢舞台からは果たし上層。続いても夢舞台から果たしやっちゃう。本番高知よさこい祭りでも素晴らしい演舞を信じてます。さあこの男の登場名門三つ葉屋をまとめる代表その名は浩平。続いて三つ葉屋果たし圧倒的存在感で三つ葉屋を支えます。そして続くはよさかい会のオールラウンダーリッツォ。今回は三つ葉屋果たしとして参戦お気に入り。待ってました。三つ葉屋最後を飾るのは果たしひなパパ。三つ葉屋四巡し揃い踏みの大ラブ。続いては死んだ万象果たし衆。まずはこの方死んだ万象果たしケイちゃん。何よりも一番大切なことはみんなで笑顔いっぱい心から楽しむそんな心意気で駆けつけてくださいました。次も死んだ場所から果たしぼっち。コロナが3年みんな悔しい思いをしてきました。踊り子も果たしと同じこの思いをここ岸和田にぶつけます。
川賞夢舞台で旗を振るのは二十歳のタカちゃん。この雨空に一斉のフラフを掲げよう。さて続きましては大阪堺市から陽気明るく果たしタケちゃん、気合い十分全力で盛り上げます。私たちの大ランプどうでしょうか。どんどん参りましょう。地元大阪青春総領踊り子隊から果たしたか、あなたの祭りの門出のフラフ演舞です。続きましては地元大阪続きます。藤井寺どんと来い。果たしは隼人、若き果たしがステージを盛り上げます。続いて待ってました勝負勝者は果たしおやつ、ベテラン親父もフラフ一生懸命盛り上げます。私による大型フラフ企画、皆様ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう圧巻ですね。